皆さんこんにちは、太郎です。本日は12月1日日曜日です。はい、ということでですね、ただいま宮崎、はい、帰ってまいりました宮崎県、イエーイ。はい、ほんと短いね、はい、短い宮崎脱出の時間でしたが、そう、私ね、先日熊本にね、友人の結婚式で行っておりましたが、まあ久々宮崎を出たということでね、はい、まあ、熊本行きましたが、まあ、楽しかったですねというのはいいとして、はい、それはまた後で喋るとしてですね、ここ、はい、我が家の田んぼの隣の、はい、堤防、ここもね、農道として使ってる堤防農道なんですけれども、この先にある田んぼ、この先ずっといったら竹藪でも竹藪になってしまってると、で通れない、まあ、堤防張り農道みたいな感じですね。そしてその竹藪以前っていうか、竹藪より手前はですね、うちの田んぼしかないということでね、そう、私が管理しなければまたここは草だらけになってしまうというね、はい、そういう、はい、道路でございます。まあ農道といっても田んぼに降りるところはないので、実質堤防道路なんですけれどもね、はい、まあそうなんですよね、なんていうかな、まあなんとも言えませんが、はい、そう、ここね、私がしないとね、どうしようもないのでね、今日もはい、買っていこうと思います。もうね、まあ便利に使わせてもらってるのでね、ここもね、田んぼに行くために、まあ、行くために田んぼには入れないんですけどね、田んぼにアクセスするためにね、見回りとかはこの道から行きますのでね、うん、そういったところなので、はい、まあ綺麗にしていこうかなというプロジェクトをやっており、前回ね、まあ、真ん中のとりあえず車が通る部分を綺麗にしましたがというところです。はい、両サイドがね、このようにまたススキが大量に残っておりますので、こっちはセイタカかな、これを、はい、いつものスライドマー TDX1400、これでね、買っていこうと思います。それでは候補撮影に移ります。はい、ということでやってまいりましょう。副変速ロー、よいしょ、そしてモアを倒して PT を入れてエンジン回転を上げて1500ぐらい、 PTO は1速、エンジン回転数1500ぐらいでやっていきます。いやー、でもね、まず、まあまず楽しかった、楽しかった、いやー、ほんと楽しかったです。やっぱいいですね、結婚式、私好きなんですよね。はい、なんかね、やっぱいいっすよね、おめでたいし、なんか見てて楽しいし、はい、久々の仲間とも会えるし、久々の友人たちね、ほんとなんかな、楽しい時間でした。まあ、ほんとね、弾丸も弾丸ですけどね、昨日きゅうり収穫をして、そして、披露宴、もう挙式はね、ちょっとごめんなさいということでね、間に合わないので披露宴に向けて行きました。でちょっとね、まあ、諸事情って別に隠す必要ないな、あの宮崎からまあ、熊本市内まで行ったんですけれども、人吉とね、八代の間でちょっと工事があってまして、かなり渋滞してる区間がありましてね、まあ、そこで渋滞に 3,40 分捕まっちゃいまして、もう全く車が動かないような感じね、もう徒歩ペースかな、あ、それで、遅刻と、ちょうどね、はい、進路、まあ、友人のね、上司の方が乾杯用の温度をするちょうどその瞬間にね、着きまして、まあジャストタイミングで、あの、はい入ってしまったというね、ところですけれども、あー、でも良かったです、あの、無事ね、披露宴にも出て、いやー、良かったな、久々、まあ昨日はね、もう大学の友人の結婚式だったんで、ほんと大学ってほんとね、合わないんすよ、大学の人ってほんと合わないのでね、あー、良かったです、はい、あえて、あ、生きてるんだな、みんなと思いながらね元気そうでね、
でやっぱり新鮮ですね、いろんなやっぱほら普段ね、やっぱりこういう仕事してるので農家さんとか農業関係者さんとかね、まあ本当農業にまつわる方々と喋ることが多いんですけれども、やっぱりね、なんだろうな、ちょっと世間の人とお話できた、そんな感じがしましたね。なんか全然普段話す内容とはね違うね、もうなんかな、まあいろいろ、なんか本当全くね、なんだろう、いろんな、本当熊本は政令指定都市なんだってねって、そうなんだとか、そうなんだじゃないですね、まあ、それは知ってるけど、なんでかな、人口が多いからかなとか、そんな普段しない、絶対しないじゃないですかね、え、うん、そういう話をして、ただ熊本であったけど、新郎はね、まあ出身は熊本県出身なんですけれども、職場は五ヶ瀬町という宮崎県の五ヶ瀬町、はい、まあ、本当熊本とね隣接する宮崎県では県北の地域ですね。熊本、ただその新郎が隣の大和町というところ出身らしくてね、はい、もう言えば熊本の方が全然近いんですよね、おそらく宮崎というよりは熊本の経済圏で生きてるのかなという勝手な想像をしておりますが、どうですか五ヶ瀬の皆さんって五ヶ瀬の方で見てくださる方いらっしゃるのかな。やっぱ面白かったのがね、やっぱ大学時代の友人、やっぱり席というか、あの人数が少なかったので、要は新郎の、友人、あのちっちゃい頃の友人、なんて言いますかね、幼馴染か、そういう人たちと、まあ、同じ宅でね、なって、まあ、初めましてというような形でお話ししてたんですけれども、やっぱり、まあ、同じ宮崎県とはいえね、まあ、その、まあ、大和町、まあ、五ヶ瀬町と隣同士の、まあ、大和町出身ということなんですが、まあ、五ヶ瀬町もね、あの大体主要都市という主要な、なんていうのかな、集落が2カ所ぐらいあるのかな、五ヶ瀬の中心部分と倉岡というところとね、でその集落と集落の行き来をするためには、その大和町一度県外に出ないとね、もう、はい、その行き来ができないような感じになってるみたいでね、その国道が通ってるんですよね、はい、まあ、なのでかなりもう密接になんかつながってるような話を聞きましたが、その2つの大和町と五ヶ瀬町はね、まあ、そういうそちらの事情とかいろいろ聞いたりね、また面白かったのが、話した人がその大和町というところで個人事業されてる方でね、なんかホームセンター的な雑貨屋さんっていうか、ホームセンターというか、そういうなんだろう、その山手の市町村にあるなんていうんですかね、あの、はい、そういうあるじゃないですか、ホームセンター的な商店、そういうのを営んでらっしゃるのかな、はい、ちょっと勝手にあの店名を聞いて検索してあの抱いた私の印象なんですけれどもね、まあ、やっぱり聞いてるとね、やっぱすごくてね、いろいろ同じ宮崎県とはいえ、その方も大和町でビジネスされてるらしいんですが、まあ、五ヶ瀬町にもお客さんがいっぱいいらっしゃるということでね、まあそのはい、いろいろ行くらしいんですけれども、まずこっちじゃありえないあの雪の話とかね、そう、五ヶ瀬町ってあの日本最南端のスキー場があるところ、五ヶ瀬町なんですけれども、そうなんですよ、宮崎なのに雪が降るんですよ、全く無縁なんですよね、こっちはね、私が住んでいるところ、まあ年に1回あるかな、雪というか雪の汁が降ってくるようなね、なんか雨かな、ちょっと弱い雨なのかな、雪かなみたいな、もう雪が溶けちゃって降ってくるみたいなのはたまにありますけれども、その程度なんですよね、はい、なのでまあ雪の話とかね、雪かきとかするみたいですよ、嘘だろうって、同じ宮崎でするんだって思ってね、どうですか、結構県の西側の方は降るのかな、私が住んでるところ全くね、ほぼほぼ降らない、もう海側なのでね、全然降らないようなところなので、なんだろう、人ごとも人ごとなんですよね、雪なんて、あーでもただ同じ宮崎県で雪に悩んでる人っているんだなっていう、ほんと新鮮なね、うん、なんだろう、と思ったり、
しましたね。いやとかね、まあ他にもいろいろ、まあそれは披露宴での話ですけど、やっぱり二次会とかね、三次会もあって、もうせっかくの結婚式ですからね、私もちょっと今まで飲んでなかったんですけど、ちょっと飲んでみました。はい、本当披露宴でもグラス2杯しか飲めなかったですね。もうノンアルのビールと、ちょっとビールってやっぱついでくださるのでね、近くの席の方とか、やっぱりコミュニケーションがてらね、その先ほど話した新郎の幼馴染の方とかね、ついでくださるので無限に断れないのでね、はい、もう飲んだりしながら、ただもうノンアルも交えながらね、ただ大学の友人たちもいるので、まあ、太郎ちゃん飲もうよみたいなね雰囲気にはなってるのでね、今日ぐらい飲みなよみたいな、まあそうだねと言いながら、はい、まあ、楽しい時間過ごしたな。で、挙式披露宴、マリーゴールドっていうところだったんですよね、昨日はね。熊本益城、すみませんね、土地勘がない方は全く、本当九州外の方からしたらどこだろうって感じかと思いますが、熊本の益城空港インターで降りて、ね、近くにあるんですけれども、まああとはね、タクシーのうんちゃんと話したら、運転手さんとね、あの TSMC ですね、あの話題のね、その関係でこの辺りはもう朝は平日の朝渋滞だよとかね、とこの辺りなのかとか思ったりね、まあそう思いながら、次は二次会のために繁華街、まあホテルもそっちの方でしたので、まあ、熊本市中心部って言えばいいかな、はい、そちらに移動し、まあ、そして二次会ということでね行きましたが、まあ、やっぱりでかいですね繁華街が、まあ、鹿児島行った時とかも思いますけど、やっぱ熊本の繁華街もでかいですね。大分行った時も思いましたが、やっぱ県外の繁華街ってなんかでかいですよね。あでかいなと思いながら、歩き疲れましたもんね、繁華街が広くて。で、あ人も多い、まあ土曜日ということもあったんでしょうけれども、あ今ね、すいません、今方向転換のために帰っております。はい、バックして、でもう一度バックして帰ってくるような感じですね。ああ人も多かったな熊本。宮崎でいうとお正月かなって、お盆かなっていうぐらいね、3連休の最初の日かなっていうぐらいねの人口密度でしたね。ただもう本当アーケード街とかがでかいので、なんかすっごい人がいっぱいいました。宮崎アーケードはちっちゃいけど、スナック街は大量にあるんですけどね。うん、そうなんですよ、宮崎アーケードはあんまりね大きくないですよね。アーケードから分岐してるスナック街がでかいんですよね、宮崎の場合は。なんかスナックがね、人口に対するスナックは宮崎はすごい多いらしいんですけれども、まあまあ今宮崎はどうでもいいですね。今ね、そう熊本事情ですよね。こんな感じでね、まあ、土地勘も全くないのでね、本当その新郎の職場の方々にね、もうおんぶに抱っこでしたね。はい、いろいろ案内してくださって、本当親切な方々でね、助かりました。右も左もわからないような状態だったので、本当ね助かったな。久しぶりでした、本当。結婚式、二次会、そしてなんかね、友達とラーメン食べに行って、何やったかな、煮干し屋っていうとこだったかな、美味しかったですね。夜中にラーメン食うなんてもういつ以来だろうとか思いながら、多分あの時以来です。軽トラで鹿児島に結婚式行った時覚えてますか。私が鹿児島に行く様子をひたすら中継してたような動画を投稿してたんですけれども、去年の9月だったかな、多分その時以来の
夜ラーメンでしたね。いやーうまかった。なんだろうこの背徳感と思ってね、やばいよって、夜ラーメン食ってるよと、とりあえず妻にね LINE 送って、謎のね、はい、ラーメン食って、あと一軒行ったのかな。はい、私もさすがにちょっと夜が長かったからかな、昨日は徐々にお酒に慣れてですね、ちょっとだけ飲めました。はい、びっくりしました。ただ今日ねやっぱり、うん、気持ち悪いまで飲みすぎてないのでね、ほんと交互に飲んでたので、ソフトドリンクとそこまではないけど、やっぱりどうにか体調があるような感じですね。でまあそうこうして楽しく過ごしてね、まあ帰ってくると、で帰ってくると、えらい寒かったんですね。朝車が凍っててというか、あの窓ガラスとかがね凍ってて、うわこんな寒かったんだとか思いながら帰って、で帰る時もう海老野の山は、海老野市ね、宮崎県海老野市、もう雪かぶってたりね、なんかあー冬なんだなーっていうのをね実感しました。あーでもよかったなー、やっぱいいっすよね、あのね、いやその振動もね、ほんといつ以来だろうあったのっていうぐらいなんですけれども、まあ、たまにやっぱソフト部とかでね、あソフトをしてたね大学の頃の友人たちと集まると、やっぱそのね振動に、ちょっと振動に電話しようぜみたいな感じの雰囲気になるんですよね。なんかそういうキャラなんですよ。なんかほんとね構ってくれるんですよね、そのはい、そういうね、まあ うざがら見ていったらいけませんけれども、そういうね面倒いじゃないですかね、きっと飲んでるだろう人間たちから急に電話が来たりしてね、しかも彼残業中とかも出てくれたりね、ほんとそうなんかな、かまってくれるかまってくれるというね、なんかそういう優しい人でね、ほんとおめでたいなと思いながら、楽しかったな。なんか訪ねたいなと思ってね、せっかく同じ宮崎に住んでるのでね、本当、まあ、調べていただければ調べていただきたい、もし興味があればね地理的なものを調べてきていただきたいんですが、宮崎市とやっぱりその五ヶ瀬町、そのあと熊本県の大和町とかね、本当、うん、全然場所が違ってね、もう本当、うん、別世界なんですよ、県境の方なんでね。私は片や一番海側にいるのでね、市町村的にはなかなか会えないんですけれども、せっかく同じ県にいるのでね、訪ねてみたいなとか思いましたね。あー楽しかったな、もう余韻に浸ってます。はい、余韻に浸りながら急いでちょっとね眠くてちょっと二日酔いみたいな体をねむち打って帰ってきて、きゅうり収穫してという感じですけれども、まあ、今日もねこれが終わったらまた田んぼの草刈りに行きますが、なんか頑張れそうな気がしますね。まあ、やっぱりこうね、あと何回結婚式呼んでいただけるかね、友人から分かりませんけれども、やっぱするしないの判断もありますしね。やっぱりしない選択する方も増えてるし、まあ、コロナでね、まあ、より一層なんかもうそれは明確になったのかなと、別にしなくていいっていうのがねもう一般的なちょっと認識になりつつあるのかなとも思ったりしてるんですけれども、まあ、誘っていただける間はねしっかり行こうかな。いやあんなにね、私ケチなんですよね、基本ケチなんですけど、まあ、結婚式ねあれはね本当お金を使って行きたいなって思える、なかなか私ないんですけどね、そう、うん、思えることって。結婚式だけはやっぱ別物ですね、なんかな、
しいですもんね。楽しかったな。ちょっと今日は余韻に浸りそうです。はい、余韻に浸りつつ、まあでも、はい、草刈りもねしっかり頑張って、で、まあ、できればキュウリの管理作業までいきたいな。まあ、ちょっとね今日ショート動画で投稿した通りね、ちょっと収量が回復傾向、回復というか、まあ、ちょっと、はい、ちょっと増えた、ちょっとね、まあ、ちょっと安心したんですよ。まあ、なのでね、もうちょっと管理作業頑張ったりしたいなとか思うところもあるので、まあ、そういったのもありますけれども、ゆっくり過ごそうかな今日は。明日からかな、まあ、今日まではそういう気分で過ごしちゃおうかなとか思ったりしております。たまにはいいですよね。いやー、私ドライブも好きなんでね、なんかロングドライブも楽しかったです。私の車古いんですけどね、古いからこそね、やっぱ昔の車ってエンジンの主張が激しいというかね、あの感じが結構好きなんですよね、主張が激しい感じがね、うん、あー仕事してるなーとエンジンがね、あーなんかそれをに思いを馳せながらドライブするの好きなんですよね。まあ、この回転ぐらいが好きなのかなとかね。そう、別にそこまで回さなくても走るんですけど、ちょっと回してあげるとなんかちょっとうるさいけど振動が収まるようなあの感じですね。なんかな、いいっすよね。はい、とかね、そういうちょっとまとまりのないことを言ってたら、はい、終点まで来ました。いやー、よし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 、はい、ちょっとね、ちょっと今トラクターが道の方に出ますので、ちょっと周囲に気をつけながら最後の刈り残しを処理と、よし、でバック、はい、ということでいかがだったでしょうか。いやー綺麗になりましたね。ただあと1回ちょっと右側、画面右側あと1回通りたいな、正直ね。ちょっと全部処理しきれなかった感じはあるので、うん、あと何かなんかあったかな。ちょっと塗装が一部剥げてるな、もうあのこっち、ここは隠れ宮崎県はないはずなんですけど、なんだろう、茨かな、モアのモアのこの辺りがね、見えないか、この辺り塗装がちょっと取れてますね。まあ、へこんではないので大したあれではないでしょうけど、塗装が剥げる、結構ちょっと地金が見えちゃってるような感じがあるので、なんだろう、なんかあったっけな、この前の木かな。まあ、動きは問題ないので、うん、大丈夫かな。あー、田んぼの草刈りしてる時かな。まあ、U字工とかあるもんな、田んぼだと。まあ、ちょっと分かりませんが、はい、まあ、いっか、しょうがない、使ってればこうなりますよね。はい、まあ、こんな感じでね、うん、使う道しっかりきれいにして、はい、頑張っていこうかなと思います。どうしてもね、やっぱり業者さんもなかなかその仕組みが分からないのでね、私もね、あの業者さんが買ってくださる堤防、刈らない堤防のね、差がわからないので、ここはもう、はい、私もしっかり自分自身でできることはしていこうかなと思います。でね、かなり寒くなってきましたので、皆さんも体調の方注意されて、なんかいろいろね、病気も流行ってるみたいなので、お互いに健康に気をつけて頑張ってまいりましょう。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うーんと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。